JR 西日本広島支社の広岡支社長とサンフレッチェの千田社長が共同で記者会見をして取り組みを発表しました。リーグ開幕戦がある23日からエディオンピースウィング広島に近い新白島、横川、広島の3つの駅を選手の写真やチームロゴで装飾します。また広島エリアを運行する列車内でも車内放送やポスターが掲示されることになっています。横川駅では地元で試合のある日には観戦者にオリジナルのシールが配られます。さらにコラボスタンプが設置されるほか、駅員はユニフォームを着て業務するということです。多くの方々がユニフォームを着て応援に行かれると思うんですけれども、それとこう一体感が出るようなそういったような駅でお迎えしたいなというふうに思っておりますので、ぜひ私も JR をご利用いただきまして応援に来ていただければなというふうに思います。 JR 西日本とサンフレッチェのコラボレーションはシーズン終了まで続けられるということです。